両面ちょろっとだけね、朝日が見えてます。すごいじゃん、ここ。乾杯。お疲れ様。あ、食べたじゃん。はい、今ですね、6時59分、室温が 19.8 度、湿度 73% です。やっぱね、ちょっとね、夜雨降ったんで湿度が高いかなと。まあでもね、室温はね、ちょうどいいで快適に寝れました。はい、こんな感じでですね、今朝はね、雲がまだ残ってますけど、ちょろっとだけね、朝日が見えてます。でもなんか海沿いだからかすごい風があるよね。目の前に岩がある。あ、でも逆からすごい。おはようございます、うーちゃん。いっぱい寝れましたか？うん。さあ、ご飯食べるよ。あ、電気入れてねえや。いいね、トースターも。やっぱこの位置がベストだよな。一番邪魔にならないよね、使うとき。ぐるぐるがそこにあって。トースターがいいよ、うん、これがベスト。時間があるときはね、豆ガリガリしてもいいけど。基本ない。あと室内でやったらね、キャンプのときはいいね、ガリガリ。太陽出てきたよ。太陽出てきた。うん、それに風も収まってきてるよ、ちょっとずつ。どれどれ。ほら、風も弱ってるしさ。日がすごいね、日が出てきたね、うん、空の明るさもすごいし、風も感じて。そうだね、草らへん揺れてない。どっち見よう。両面ならすごい。パリパリに焼けました。ぬるいの？ぬるくはない。いや、熱いの？どっちもちょっと熱い。今日はどこに行こうかね。白浜？アドベンチャーワールドがね、どうしても休園しちゃってるから。かげろうに行くか。生かげろうっつってたね。うん。どういうお菓子なんだ？外はサク、中はふわっとした食感。あと一つは置いて食べるね。それ？和菓子っていうより和と洋のあれみたい。ママ、顔もやる。ほら、1、2、2、3、1。ほら、すごい音するね。今ですね、出発しました。で、ここからですね、今日はクジラ博物館の方に向かっていきたいと思います。150キロぐらい離れてますんで、大体3時間ぐらい走るかなと思っております。で、道中ね、トレトレパークっていうね、視聴者さんにね、教えていただいた市場があるみたいなんで、そこだけちょっと寄ってから行こうかなと思っております。はい、で、朝ね、いい感じで太陽は日が出てまして、まあ、これすごいね、昨日はね、ちょっと夕方というかあれだったんで、ちょっと暗かったんですけど、すごいね、なんだこれ、真ん中空いてる、すごいね。で、パパ、この岩の見るために観光の方もいらっしゃるんじゃないって。そうだよ、本当はね、あそこでもね、あの先に灯台があるらしいんですけど、ちょっとね、時間がね、かなり押してるんで、急ぎ目で出発しております。この辺ね、その城崎海洋公園っていうところにいたんですけども、この辺のね、この岩壁っていうのかな、岩がね、すごいんですよね。こんな形で、しかもこんな大きく残ってるところってあんまり見たことないね。ね、なんか新潟の方にもこういうところあったけど、それよりもさらに大きい。そうそう、ここについても、あの、本当視聴者さんがね、ここは行った方がいいって言ってて、 Google マップとかね、ネットとかでね、すごい観光地とか探すんですけど、行ったことある人からね、教えてもらったところに行くことの方が最近多いかなと思ってますので、そうそう、コメント欄とかでね、教えていただいたところもかなり探していきます、実際に。はい、なのでね、皆さんがね、知っているところをコメント欄とかでね、書いていただけると、僕たちはね、そこを参考に旅をね、していこうかなと思ってますので、ぜひぜひこれからもコメントしてください。はい、ということでね、まずはトレトレパークまで向かっていきたいと思います。そっちか、トレトレ市場。なんかトレトレなんちゃらがいっぱいある。多分ここが一番。うん。
結構人いそう。トレトレ市場。結構ね、お刺身買ってきました。ね、買ってきたのが、これが多分カワハギかな。カワハギ。で、カワハギと赤ハタ。このね、2匹は、普通にもうお魚で売ってたのをその場でさばいてもらうっていう形でさばいてもらいました。ここは和歌山県産のやつ。で、あと、中トロ。これもね、和歌山県産の中トロです。で、あとこれ、天然のね、ヒラメなんですけど、これね、和歌山の串本さん、まあ本当最南端とかあっちの方かな、の串本さんのヒラメです。今日はね、これと、あとまあお味噌汁とかね、なんかそんな簡単な感じで夜ご飯にしようかなと思っております。でね、これからまだね、1時間以上ちょっと走んなきゃいけないんで、冷蔵庫にサッと入れて、サッと移動します。入る？美味しそう。白身が多い。下に。入れるといいね。よし、オッケー。今ですね、トレトレ市場の方に行ってきました。で、なんかね、結構広くて、お土産コーナーと、あとその鮮魚のコーナーでこう分かれてて、まあ、あと食べるところも少しあったかな。なんかこうフードコートみたいなですよね。漢字で言うと青森の発色センターか、あんなような雰囲気のところで、そこでね、そのお魚も水槽に入ってたりとかしてて、まあ、魚のまんまだよね、切ってない状態、魚のまんまで。で、普段はね、その手はね、ちょっと車でさばけないんで買わないんですけども、このトレトレ市場はお刺身用にね、無料でカットしてくれるという、なんかそういうサービス付きだったんで、2匹買って、赤ハタとカワハギ、それをそのまま刺身にしてもらって、あと中トロとヒラメか、まあ、これもね、和歌山県産のやつを買ってきました。他も言って言えばやってくれる。そう、なんかやってくれるのかもしれないよね。まあそこはなんかこう大きく書いてあったんで、まあ、言いやすい。そうそう、頼みやすくて。で、お店のね、店員さんにも聞いて、どれがいいかみたいな。ウツボもいた。そうそうそう、ウツボ。そう、しかも大量にね、ちょうど輸送するところを見て、すんげー大量にいてびっくりして。面白かった。いつも水槽の中でしか見てないから。そう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 。いや、でも晴れたの。結構波高い。波が高い？うん、あ、そう。風がある。これをね、右に曲がると、そうすると、本州最南端。だまあ、ほぼほぼ最南端に今いるね。で、本当はね、そこまで行って、ちょっとこう、見たかったんだけど、どうにもこうにもちょっと今日ね、時間がなくてです。はい、本州最南端なんですけど、思ったよりも近かったっぽいんで、やっぱ寄ることにしました。まあ、寄るって言っても本当ね、さーっと行って、さーっと帰ってくるわよ。行ったよ、写真撮ったよ、終わりだよ、みたいな感じね。で、せっかくここまで来たんで、ちょっとやっぱね、見とこう。ちょっとね、もうあと5キロなんで、ささっと行ってきます。本マグロ、初裏なまま。これが駐車場。どこに最南端っていうか、モニュメントが歩いて行くっていう。あったよ、やべー、あった、あった、こうあったあった。すごいじゃん、ここ。あ、すごいすごい。すごいね、本州最南端。最北端から最南端ってどんぐらいあるんだろうね。ちょっと一回だけ海見よう。あ、うちゃん見て、船、船、船。でっかい船や。こっからも見えるよ。おー、すごいね。うちゃん、よーい、ドン。右、右。あ、ボンちゃんいた。あー、疲れた。あー、疲れた。今日暑いよ。室温何度ぐらい？室温26度だよ。今ですね、本州最南端の方に行ってきました。結構ね、思ってたより綺麗で、なんかあれだよね、海こう、ちょっと高いよね。高い。また全然違った。大間の時はもう海の目の前っていう感じで、海触れるぐらいの近さだったんですけど、本州最南端は逆で、もうすごい標高の高いところから見渡せるような感じで、すごい綺麗でした。端っこいわ。おお、すごい。おお、なるほどなるほど。
なんかさ、この辺和歌山ってさ、この岩がやっぱゴツゴツしてる。とこの波打ち際がみんなすごい岩いっぱい。綺麗だ。ここだ。クジラの博物館。平日の割には割といる？クジラの博物館さ、これ初めてだからすごいドチドチしてるね。ドキドキしてるね。よし、無事に到着です。クジラの博物館。向こうか。ホテルもあるの？ほら。ここにぶつかった。うん。えら？すごいね、じゃあ骨骨してる。昔はコククジラ、これで幼体って書いてある。子供だ。すごいね。北極クジラ。わあ、見てて。これがね、骨だと最高。これがコビレゴンドクジラや。これがはいこれ。ガトクジラの胸びれ。4メートルもあるんだ。すごいね。すごい。何これ。でかすぎ。寝れそうだもん。うん、寝れそう。実際こんな大きさですってこと？実際なの？こんなに海に行ったら怖いんだって。あ、すごいね。ここでこの大きさで。パパ、これ顎長すぎない？ね、コククジラの頭骨、実物だって。すげー。角のこの角がすごい。うん。あ、すごいね。ヒゲだって。実物だって言うじゃん。スミクジラのダウン。ちょっとだけ伸びる。実は上顎から伸びる左の歯です。しかも左限定。これもまあユニコーンと同じくらい。ユニコーンのモデルらしい。でかいね。よし、これからですね。ルカとクジラの出発を見に行きます。すごい外だね。結構広いな。もう始まります。どうですか？クジラさん、ちょっと出てきた。初めてだね。うん。揺れるんじゃない？揺れるけど気がする。あ、一緒。ほら、ふーちゃん餌ちょうだいって言ってるイルカが。あ、食べたじゃん。くれよと言わんばかりの川をで見てくる。せーの。あ、よ。あ、でも取れた。ふーちゃん初めてのイルカに餌です。こっちを。お、ほら。あ、次はどこにいるかね。あ、こっちにもいる、ほら。食べる？ほい。頭丸い子いた？そうだね。ほい。あ、じゃあぜ。変な感じだね。うん。そう、結構揺れる。イルカとかクジラに餌あげるの初めてか。ふーちゃんどうだった？よかった。イルカのトンネルがある。本当だ。トンネルをする。じゃあこっち見て、遊んでるよ。あんまり下まで。来た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 。ママ下まで。下の方に。かわいい。あれ、ハリさん。船みたいな形してる。これだ、高級魚クエ。目が多い。光の影？そういうこと？じゃあ、じゃあ、バニラ。ペナックはさ、3個入りのやと思ってた。じゃあ、残りの影にはもらったのに。はい、今ですね、クジラ博物館の方に行ってまいりました。
もうね、今日やっぱね、平日ってこともあってすごいね、ガラガラですごい良かったです。でも平日の割には駐車場ほぼ満車だったからね、多いは多いんだろうけど、あ、いいねこの道、なんか癒しの、なんかあれだよね、伊豆にもこんなに道あるよね、伊東マリンタウンの近くってこんな感じ。はい、でね、今日はこの後、今ね、お風呂の方に先向かおうかなと思ってます。清門湯っていうところで、なんかね、貸切風呂があるみたいなんですよね、3つぐらい。ただ予約ができなくて早物勝ち系なんで、ちょっと早めに行こうかなと。今ね、ちょうど3時半過ぎぐらいなんですけど、こっから割と近くてあと4キロぐらいなんで、先にお風呂入ってから、まあ、買い物がそんな大してないんですけど、一応まあ買い物に行ってっていうふうに思っております。はい、ということでね、今からちょっと温泉の方に向かっていきたいと思います。第二駐車場は結構広くて、キャンカーでも全然余裕です。綺麗な夕日だ。どうぞ。どうですか。ちなみにノンアルも本当だ。あ、今ですね、温泉の方に来てまいりました。で、今日もね、家族風呂が入れたのでゆっくり過ごせました。で、料金もね、2300円ぐらいですね。入浴料と貸切風呂代50分ですね、支払いして2300円です。でも施設はね、すごい綺麗だったので、全然ね、おすすめかなと。少し暑いかなっていうぐらいですか。で、今日これからですね、ちょっと買い物をしてから立ち上げスポットをちょっとどっか探していこうかなと思ってます。で、買い物がね、ここら辺実はあんまりですね、スーパーがないみたいなので、ちょっと探しながらになるかなと思ってます。エバーグリーン初めて。何屋さん。家はすぐ暗くなるから、なんか眠くなるのも早いんだよ、わかるかな。秘宝です。秘宝、ジンバルが壊れました。パパがショックで立ち直れないみたいです。今年に入って機材が壊れすぎや。動くは動くんだけど、録画ボタン押せないんだよね。そう、連動しなくなっちゃった。あと、なんかちょっとたまに挙動がおかしい。うん、今反応した。あ、いや、ダメだ。で、今が出たから、これでまた使える。いろいろ機材のハプニングもありながら、いや、ほんとに今年はパソコンも2台も買って、まさかこんなことになるとは思わなかった。カメラも調子悪くて今で、なおかつジンバルも調子悪い。マジのショックです。1分このさ、ご飯半量意外といいかも。いちゃに、どうですか。おいしいけどこぼれやすい。これね、今日買ってきたとれとれ市場の刺身たち。これなんだ。これね、和歌山県産の中トロです。これは、あ、つかみんな和歌山県産か。これカワハギだと思う。赤旗がこれですね。で、それがヒラメ。これね、全部串本さん、和歌山県天然。これ全部ね、和歌山県産なんですよ。今回ね、僕らは和歌山県産に絞って購入したんですけども、全然ね、そんなあれじゃなければ全然いろんな各地のありました。例えば長崎のクエとか、あとは千葉の金目鯛とか、なんかいろいろあったよね。作りでもあったよね。はい、これね、エビの味噌汁。いつどこで買ったのかももはや覚えてないけど、賞味期限はまだ大丈夫でしょう。これをインスタントですけど、味噌汁だけ入れようかなと思います。今日こんな感じで刺身パーティーな感じ。ヒラメ、赤旗、中トロ、カワハギ、煮卵。そんなに1個ずつは多くはないんですけど、少量でつまんでいくような感じかな。で、醤油はね、この間ゆうすけさんからいただいた、この醤油発祥の地と言われている湯浅の醤油で、なんかね、これが白身魚に合うということなので、今日の刺身にはちょうどいいんじゃないかな。パパはノンアルコールドライゼロ、ママは生ビール。ちょっとね、最近飲みすぎみたいな。あー、こぼし。じゃあ、うちゃんも乾杯しようか。よし、来た。早く食べたくてお箸持ってずっとスタンバイしてっから、うーん、バレてる。じゃあ乾杯しましょう。乾杯、乾杯、お疲れ様。乾杯。どうぞ。これなんだっけ。赤旗。赤旗。
このさ、もらった醤油が白身魚に合うって言ってて、うん、書いてあって。そうそうそう、うんふん。これがカワハギでしょ。うん。なんとかさ。ママも中トロ頼むよ。おととも、うん、おととと。カワハギ。はい、ママ、バカハタの方が味、カワハギより濃いかも。うん、そして分厚い。歯ごたえが肉厚だね。うん、この2つは本当そのまま魚の状態だったかな。うまいです、そういう魚。そして赤ハタだ。何食べたの？赤ハタ。それにこっちの方がもうちょっと柔らかい。なんか意外と噛み応えある。でしょ、噛み応えあるでしょ。うん、ヒラメもうまい。あ、ヒラメも柔らかい。こっちの方がいいかもね。うーちゃん、これ気に入った。こっち、でもちょっと高くないな。柔らかいの、これ美味しいの。うん、あ、うん、一個柔らかい。うん、うーちゃん、一番は中トロ。一番美味しかったのどれ？マグロは好きだけど、こっちって、難しいね。でも意外と取れるもんだね。もっと少ないのかなと思った、カワハギとか、あの小ささで。うん、はい、どれだった？これ。あ、それが一番美味しかった。赤ハタ？まあ、でも確かにこんなの普段食べれないもんね。うん、赤ハタ刺身で。売ってたっけ？赤ハタなんか食べたのか初めてだよね、うちも。うん。売ってたっけ、赤ハタって。そもそもあの魚をその場でさばいてもらって刺身にしてもらうのも初めてか。新潟のところであったからやってもらおうと思ったら、ホテルの人じゃないと無理って言われた。ああ、宿泊者だけってやつね。トレトレ市場の人の中で結構愛想良かったよね、みんな。ああ、そうそう、で結構教えてくれるんだよね。たくさん食べる。このお魚は刺身できますよとか、これ美味しいですよとか。意外と若いお兄さんが多かったから。なんか全体的に若かったよ。うん、あれウツボどうすんだろうね。うん、あの大量のね。うん、あれ食べれるの？いや、食用でしょ、それもちろん。あそこに置いてある。でも美味しいんでしょ、意外と。うん、あのウツボ、あそこで食べれるのか。まあ、いずれにしても、トレトレ市場は、キャンカーで行っても、その場でさばいてくれるから、結構おすすめ。ご飯は、横でゴロゴロする。そこでお昼寝できるよ。ちょっと待って、これ。まあ、いいところに枕やってちゃう。気持ちいい。いいね、おいちゃん。そこに収まって。パパたちはまだまだ、晩酌タイプ。で、言ってもね、今日は、ノンアルなんで、健康的です。普通にノンアルうまいわ。ノンアルはうまい。はい、今ね、お片付け中で、ここね、テーブル、ちっちゃいのに切り替えました。はい、下はね、もう床でテーブルをしまって、ぴったりだったりしてもらってます。こっからこうやってやったら、ぴーっと。ふーちゃんは、我が家しか知らない高貴な遊びをしております。ママは洗い物中で、で、これからね、リンゴ茶とコーヒー飲もうかなと思って、あとデザートに梨。なので、お湯沸かそうかなと思います。リンゴ茶はね、この間の青森旅で買ったやつですね。まだ1個だけ残ってたみたいなので、これ食べます。パパはコーヒー飲もうかな。シャーベットになると美味しいの？冷えすぎて大変。シャキシャキのなし。冷凍になってる。ちなみにこれは家から持ち込みです。なんか色があれだもんね。凍りましたみたいな。ふーちゃん、それ何？これは梨とキウイ。じゃあ梨とキウイを食べましょう。はい、これです。シャーベットでございます。パパはコーヒー。いただきます。大変だ。させないもん。うーちゃんも。甘いよ、梨は。今でパパもキウイ食べたの。シャーベット。酸っぱいよ。酸っぱいの？多分思ってるより酸っぱいよ。どう？酸っぱい？酸っぱ。キウイは酸っぱいね、なんか。ごめんなさい、ごめんなさい、黄色い焼き鳥あげます。はい、どうぞ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 。ね、ママの黄色い焼き鳥じゃない。はい、集合。今からルーちゃんにお供え物をするので焼き鳥を焼きます。ジューかわいそう。うん、20分もマッサージしてる。動画中は20秒だよ。もう終わり。はい、マッサージ5分で終わりました。じゃあ、おやすみ。さあ、パパたちも寝よう。11時で寝ます。パパ、カバンがでっかいね。
遠慮ください。まあ7時間くらい。何？鹿鹿鹿鹿。鹿や。鹿や。見えてる。やば。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。